サッカーファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。エキシビションマッチ、セレッソ大阪対京都パープルサンガ、生中継でお送りいたします。なぜかいつも超満員のスタンドをご覧ください。素晴らしい。今ようやくピッチに出てきました。セレッソイレブン、縦島のユニフォーム、ホームのセレッソ大阪。スターティングイレブンはクラウジーニョ、西澤、森島、コジョング、米倉、古賀、木澤、神田、カジノ、百武、武田二郎。続いてアウェーの京都パープルサンガ、スターティングイレブンは森下、カルロス、平岡、野口、西田、大熊、松橋、山口、高幸、ダニエル、武田、藤吉。さあ間もなくです。さあキックオフです。ここからの展開、ここでシュート、山口隆行、速い展開です。武田、よく反応した。米倉、山口隆行、これはチャンスだ。分厚い攻撃、コジョング、西澤、ヘッドでクリア、藤吉、古賀、華麗なパスワーク、武田、ナイスキック、シュート、コジョング、ここで笛です。前半終了、ここまで両チームとも無得点です。後半に期待しましょう。細かくつないで、武田、さあこれは古ジョング、西澤、クラウジーニョ、米倉、山口隆行、さあ3チャンスですね。動きが悪くなってきましたかね。激しい競り合いです。藤吉、コジョング、
森島、武田、ここはカット、中盤でボールを回しています。スローインです。ここでフォローが欲しい。両チームとも疲れが目立ちます。パスをつないでチャンスを伺います。クラウジーニョ、当たりが弱いぞ。シュート、ナイス。パスを回してますね。逆サイドの藤吉、ゴー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 藤吉、まさに神の味噌汁展開です。サンガ先制のゴー。歓喜の渦のサポーターたち、もう一度ご覧ください。ロスタイム突入。森島奪いました。ここから速攻か、いいパスだ。試合終了、ここまでです。0対1、サンガ勝ちました。いやー、それにしても見応えのある試合内容でしたね。もっと見たい、わかります、そのお気持ち。この試合の模様は今晩11時からの KCE TOKYO カルチョーディリーツヨーにてダイジェストでお届けする予定です。お見逃しのないように。実況はジョン・カビラでした。それではまたお会いしましょう。 Have a good evening.